そして今、新たな才能が行かないでをカバーし、大きな話題に。カザフスタン出身のディマシュ・クダイベルゲン、27歳。中国の人気オーディション番組で行かないでを歌い、ブレイク。その後、中国やロシア、そしてヨーロッパで人気のスター歌手となった。құрметті Танаки аға, сізге үлкен-үлкен жалынды сәлем жолдағым келіп отыр. Сіздің 僕は玉木さんを歌手としてとても尊敬しています。行かないでを聞くと、日本人の心の奥深さや豊かで偉大な文化を感じることができます。玉木さんの作品はずっと色褪せず、今の若い世代にとっても特別な存在です。これからもその力を遺憾なく発揮して、より高みを目指してほしいと思っています。いつまでもお元気で、その素晴らしい歌声で世界中に感動を与え続けてください。すごいね、嬉しい。あの、話してくれるのも嬉しいし、いやー、びっくりしました。いろんな行かないでがありますね。